8番線号下がりください。当駅止まりの寝台特急サンライズ号が到着となります。黄色の展示ブロックの内側の下がりください。8番線列車到着となります。皆さんおはようございます。本日は2021年9月3日朝の東京駅です。今日から日本海周りで日本格安北上旅のスタートです。まず最初の目的地は高崎です。待っていると反対側にね、寝台特急サンライズが入ってきましたね。まあ、この列車回送列車になるんですけどね、まあ、もちろん乗ることはできません。まあ、なんて言ったってね、青春18切符を使って、旅をしていきますからね。では行きましょう。はい、ということでね、乗る列車がやってまいりました。まあ、本当はね、グリーン車に乗りたいと言いたいところなんですけども、ここはね、ググッと我慢してね、なんて言ったら今日平日なんですよね。金曜日でございます。なのでホリデー料金が適用されないんですね。まあ、ホリデー料金がね、適用されれば、まあ、乗ってもいいかなとは思ったんですけども、まあ、なんて言ったら1000円ちょっとかかっちゃいますからね、高崎まで、駅弁1個買えてしまうのでね、ここはググッとこらえて、普通車で行こうと思います。はい、ということでね、高崎行き出発でございます。で、今日は、2人旅でございますね。なのでね、まあ、カップル向けの動画とは言いたいんですけども、まあ、2人でどれぐらいかかったかね、後々下のテロップで出してね、説明していこうかなと思います。列車はね、しばらくするとね、奥の車両基地見えてくることができます。まあ、運が良ければね、こんな風にね、もういつ廃車改装されるかわからない踊り子とで、奥側にね、カシオペアが見ることができますね。まあ、寝台特急時代もね、ここに何個も何個もね、たくさん見ることができたんですけども、まあもうこれも数少なくなってきてしまいましたね。はい、ということで一気に飛んでね、列車は、倉賀野駅を出発しました。もう次がね、終点の高崎となっております。もうね、いられること約2時間、ちょっとケツがね痛そうになりますね、本当に。まあ、ここ来てね、やっぱグリーン車乗っとけばよかったかなってついつい思ってしまうことでございます。まあ、ここでね、まあ、駅弁もしくは途中でね、美味しいね、食事を食べればなと思っておりますね。ここからね、また高崎から乗り換えてね、さらにどんどん北上していこうかなと思います。はい、ということでね、ここから先はね、乗り換えて上越線で進んでまいります。10時25分発みなかみ行きですね。ここから約1時間ちょっとですね、向こうに、みなかみに着くのは11時29分着でございます。まあ、本当であればね、土日とかであればね、 SL みなかみとかが走ってれば一番理想だったんですけども、まあ、特にね、この日は、ね、臨時列車が運転されてるってことはなかったです。まあ、金曜日なんでね、ちょっと難しいところはあるんですけども、
はい、ということでね、列車はね、渋川駅を、少し進んだところとなっております。渋川駅ではね、草津温泉で有名な、吾妻線でございますね。その吾妻線とお別れして、列車は上越線を北上していきます。しばらくはね、利根川と一緒にね、反りながら進んでまいります。いやー、でもね、本当にね、川いいですよね。まあ、景色が良かったんですけどね、一番の問題はね、なんて言ったって曇りでございます。そこがね、ちょっとね、残念なとこですよね。列車はね、みなかみ駅に到着しました。でね、ヤフーの乗り換え検索だとね、この臨時の長岡駅出てなかったんですよね。いや、そのまま乗り換えちゃえばいいかなとは思ったんですけども、まあ、ちょっとお腹が空いていますのでね、予定通りみなかみ駅で昼食でございます。で、またここで事件発生したんですね。本当であればそばを食べるはずだったんですけども、昨今のご事情でね、テイクアウトのみとなってしまいました。いや、残念でした。また来た時にはね、ぜひ食べていこうかなと思います。ということでね、唯一空いていた、こちらのラーメン屋さんで、ラーメン食わないのかいって言われるかもしれないんですけども、ラーメン屋さんで、麻婆豆腐定食を頼みました。店内はね、オーナーさんがきっと鉄道好きなんですかね、いろいろ鉄道写真がたくさん貼ってあってね、鉄道大好きな私として見ればね、もうとってもそそるようなものがたくさん貼ってありました。いや、ここ結構おすすめですね。
水上駅に戻ってまいりました。そして列車はね、さらに上越線を北上しましてね、13時40分発長岡行きに乗車です。でこのまま長岡まで行くのかと思いきや、途中のね越後湯沢で下車します。まあ大体そうですね、30分ぐらいの乗車時間ですかね、ざっくり14時13分着です。はい、列車はね、トンネルの中といえばね、群馬県最北端に位置する、土合駅に到着でございます。いやこれトンネルの中なんですよね、本当に。下りホームがねトンネルの中にあって、で、10分ほど上がればね、逆の上りの地上ホームに到着でございます。いや駅の構造本当面白いですよね、まあ、いわゆるモグラ駅と、ね、言われている駅の土合駅に到着でございます。いや一回でここ降りてみたいなと思うんですけども、ただ降りたら多分何もないですよね。ちょっと実際駅降りたことはないんですけどもね、通過周りにはなるんですけども、まあ、今度時間があればね降りてみようかなと思います。無料休憩所って書いてある。いや、今多分コロナ禍だから入れません的な感じで書いてあると思うよ。次は岩っぱらスキー場前、岩っぱらスキー場前です。入れそうだね。岩っぱらスキーグラウンド。シーズンはね、多分入れるんでしょうけど、まあ多分コロナ禍だから難しいよね。そうそう。スキーシーズン来てみたいね。まあ、今年落ち着いたらだけど。スノボやったことない。はい、ということで列車はね、上越新幹線との乗り換え駅越後湯沢に到着でございます。まあここからはね、ガーラ湯沢に行くってわけではないんですけども、というよりは今スキーシーズンじゃないといけないんですけどね。はい、でここからさらに北北線乗るんですかと思いきや北北線にも乗りません。東北から出発する、リゾート列車に乗ります。まあ、今度リゾート列車の動画はね、次の動画をねまた作成しようかなと思ってるね。楽しみに。入り口あるあるある。到着。反対側のホームランが多いですよね。